はい、銀座中月号第3学年の皆さん、こんにちは。サバヤンゲームズでさあ、しゃあ。ここ。スタート。で、音大丈夫か、大丈夫か。なんか変な感じする。まあいいでしょう。はい、ということで、本日もマリオカートイッツデラックス。本日はね、怒りを溜める、こととか、解放することがね、一切制限をかけずに自由にやっていきたいです。よろしくお願いします。ということで、まずはメダル集めて。さあ、メダル6枚。さあ、いろいろ危ない。さあ、いろいろくぐるときでパリプロムナード、かなりレベル高い部屋に入ったんで、まあ、ちょっとどこまで戦えるのちょっと未知数なんですけども、ちょっとこ、早いルートで、極力早めに前に行きたいんだけど、なぜか10位。みんな悪いじゃんかね。自然使って勝とうという意志を全く感じられない彼らから。だからそういうことをするしかも。で、こういうことをする人はもうこうしばきますから。容赦なくね。アップなやろ。で、こっちも一発。うわー、やり返された。気持ちいい。気持ちよかった今の。ありがとう。さあ、まずアイテムいこって。さあ、8割だからすげえ微妙なんだよね。いつまで、ブーメラン持ってんだったらしたんだけど、アイテムいこうって。君たちを葬る。オッケー、まず1匹落としといて。1匹落とせた。さあ、これダブルライト取った方がいいな。ダブルライト取って7割だけど、結構距離空いてるから結構いい出ると思ったら、はい、まずイカを使う。さあ、どうする、トゲだよ俺。さあ、まずトゲ投げて。さあ、ここからうわ、強い強い。来ました、ハッピーなアイテム来ました。初ピーアイテム来ました。初ピーアイテムー、引かないで。いや、俺まだ撃たない。俺はまだ撃たないよ。俺は撃たない。アイテム交換で撃つ。確実にね。で、これも使っちゃう。もうロンキーとかまで我慢しない。じゃないと上がれないから、さっさと全員ぶち抜いて。アイテム交換 OK、 ナイス。いや、弱っ弱っ。やれる、 OK、 ナイス。だろうはして、うっす、これ使って無敵だから、結構上がるんじゃない、ジャンピングアクション。これいいよいいよ、それでいい、それでいい、それでいい。あ、全然上がった、全然上がった。5位、素晴らしい。順位、はい、では第2レースはピーチオサーキッズ2へってことで、皆さんおそらくね、まあこう悪い字部屋で、こう早いな、ジュゲーム今日スタート。悪い字しかいない部屋で自然を使ったことあるよって人は結構ほぼいないと思うんだよね。もしね、あ、悪い字部屋だと思ったらね、ぜひね、一度ね、自然に変えてみて走ってみてください。いかに1位を取ることが難しいかっていうことをね、体感できるかと思います。なかなかそういう部屋ないけどね、うん、だやっぱレベルの高い部屋に入ってくると、まあ、結構悪い字が多かったりするんだけど、まあぜひね、そういう部屋に遭遇した際はね、一度チャレンジしてみることをお勧めいたします。さあ、まずはこうスター引きたかったら引けないから、まあ、さっそまずメダルを集めて、全特会でまた行ってもいいけど、まあ、ちょっとここでまあちょっと様子を見つつ、距離調整しつつ、これ8ぐらい割って、でこれ多分スターでしょ。結構距離調整うまくいったから出るよね、ほら。なんかブン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 、だから本当に緑コールの音ってなんか変えられないの、怖すぎるんだよ緑コールの音。それさ、こういう感じうまい、いい復帰で、今の実にいい復帰で、でこのあとこういうことで3打振って、なんでスター出ないの。いや、そうだよね、分かってるんだよ、それはそこまでは分かってるんだけど、なんでそこでスターが出ないの。落ち着け、これ普通にアイテム交換でしょ、これは。欲張らずこうなんだけど、でこうでしょ、でこうでこうでからのこうでこう、うん、待って、よいしょ、落ち着いて。いや大丈夫、こっからまだ勝てる。もういっ、うわ、すっげえ怖え、うん、無理ね。ダブル交換まだあるよ。今12位だけど、全然こっからまだあるから。ブーメランやばすぎ、絶対投げ出てくる、絶対投げ出てくる。落ち着いて、でこっちを背面使う、でこう、誰も俺のとこ行けないように、ダブル取って、トゲ投げて、でもう一回使って、で、ごめんちょっとみんな、これさ、一つ言いたいことがある。全然上がれないんだよ。ああ、もうだからこういう時なんでネイチャーロートとか投げてくるんだよバカ。
俺一人で走っとけこの野郎お前こんなら。ごめんなさい失礼いたしました。ごめんなさい。いやそうなんですよ、コース選択の候補にコツコナッツモルツがあったのに、ここまたねネイチャーロードとかいうねスタート、俺がもう勝ち飽きた、コースが来てしまったんで、まあ、勝ち飽きてるんで、まあとりあえずまた勝って、終わりにしたいと思います。初手ちょっとメダルコース行った方が良かったんだけど、さあ結構荒れてる。メダル1枚取っていいよ。ダブル取れる、美味しい、風をもらえる、いいね、いいよー。斜めぐらいでもガッツリ飛ばして5位、メダル1枚取って、うわその押しね。で、ね、分かる、自然使ってるわけで3メートルが引き飛ばされるから、3メートルって結構だよ。ダブライ取って、オッケー、キノコいっぱい、さあ1人しまいて、メダル1枚取って、コメ1枚取って、オッケー、6枚あるだったらもう全然勝てる。6枚あればもう、100枚あるようだもん、6枚は。ちょ、俺から風飛んじゃねえか、入りに行こうって。いや、お前もそっち行くの、みんなもしかしてメダルない、お金不足で全員ボム置いといて、で、この使っちゃう、怖い、これ怖いわ、ちょっとさすがに怖くて、で、まあどうしよう、上がれる隙が全く見当たらない。あ、バックスなしちゃったよ。戻ってきて、俺のブーメラは戻ってきた。バックスなしといて、後ろに、ちょ、あご、うわあ、もう勝てないよ、これ喋る気もない、もはやここまで来ると。3高いだけだね、ただ距離的に3出てないんだよね。ダブルって、え、出てる、え、てかめちゃめちゃ回避してる、大丈夫、めちゃめちゃ回避してますけど大丈夫でしょうかっていう質問したい、みんなに。これ結構伸びるぞ、スタン使って、ほらほらほら、調子こくな、調子こくな、はい調子こくな、はい、さーい。まあさすが俺がね、勝ち飽きてるコースなんで、まあああいう絶望からでも3位まで入り込めちゃうのが沢ちゃんの立ち回り。うん、次第4レースだね、第4レースでもう1位でおります、よろしくお願いします、見といてください。お待たせいたしました、はい来ました、第4レースはドラゴンロードの、150cc ミラーでございます。やる立ち回り、皆さん何だと思いますか。はい、前張りなんかしません。ここを打開をします。スタート、すべての神々、打開の運の神、サンダーの神、キラーの神、そしてスターの神、すべて俺に舞い降りろ、よろしくお願いします。さあ舞い降りた、今すぐ感じて、今ビリビリしてる、体ビリビリすぎて、もうね震えが止まらない、震えが止まらない。さあ行きましょう、ダブルライトまず取ります。もう超簡単、これね、あのコース、インザッシュとかそういうのすべてがどうでもよくなります。すべての神々が俺に舞い降りた時、すべてのインザッシュとかなんとかってもすべてどうでもよくなります。まずこうダブルライトも全部スルーしてもいいんです、はい、スルーしてもいいんです、はい、あります、はい、その情報もあります、はい、スルーしてもいいんです、いきます。さあまずダブライ取ります、はい、取ります、でこれいきます、でまたスター引きます、でこれもすぐ使います。これ多分出てるんで、もう早めに多分誰か適当に振らすんで、サンド早めに誰か適当にバーンって打つん でこれ危ないんで引きます、はい、ほらね、はい、振ります、はい、で目の前にある緑子も全部消えます、全部消えます、でアイテム1個取ります、で詰めます、危ないです、避けます、でこれやります、でキロさん引きます、キロさん引いて、こっからトゲが来ます、はい来ました、でこの赤コーラも食らってもいいんです、食らってもいいんです、でキノコリカバリーします、でトゲがいってます、でこっからショートカットします、でこいつさっさとやります、邪魔なんでさっさとやって、はい、3日目になってもらいます、でこれもう譲られて前出ちゃいます、いや前出ちゃうはずです、出ちゃうはずなんです、あっとダブル取ります、危ないっす、でキノコにすぐ1個キノコ、キノコ1個使って、でこれキノコ1個使います、でこれまた1個使います、で一気に前全部荒らします、ジャンピングが切る、トゲがまたいきます、でこれで赤コールです、私やります、なんでダブル、キノコ引きます、絶対引きます、引きません、投げます、当たります、でこれやります、一人やります、ボム僕じゃないです、はい、4位です、くそ惜しかったのに、こんな実況あっていいの。
世界中の皆さん、お待たせいたしました。復習の時がやってきてまいりました。ニンニン道場、前回非常に惜しい形で、ここを1位を逃してしまったスタート、このコースで本日このほぼ全員悪い石部屋で、勝利を もぎ取っていきたいと、よろしくお願いします。まずはメダルを集めたい。1枚取っていい、 OK。 さあこれ前いけるかな、上乗れんのかな、これ風もない、 OK、 ナイス風、これかなりでかいんじゃない、オッケーオッケー、いいよ。シングルでいい。これもシングル取れないんでね。兵法気をつけて。さあ、4位まで入った。前ちょっと粘っていこうか。いや、それマジやばすぎ。前粘らせろ、このやるー、さっきからどいつもこいつもバカ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 投げやがって、このやるー、のしがー。ダブライト。やな、待って。赤コールと緑コール両方増したやついいんだけど。いや、やばいやばい、本当にやばい、お前ら。冷静に考えて、自分たちがやってること。オッケー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 、もう全部もうそぐちゃぐちゃになろう、一回全部ぐちゃぐちゃになろう。アップでマジバーナー、ニスクいきます。うますぎる、うますぎる、ニスク有限実行の男、アイテム1個取る、スター気をつけて、欠防御、ジャンピングアクション全力で、バッサ警戒、ジャンピングアクション、ジャンピングアクション、オッケー気をつけてる、ジャンピングアクション、ジャンピングアクション、どこ行った、どこ行った、落ちてるね。さあ来ました、ニスケをちゃんと決めて1位を踊り出た男の立ち回り見せます。もう一回ニスケ来ます、やばすぎ。あ、これ軽減、これ軽減、これ軽減です。うわ、最低てめえこの野郎、最低じゃんそんなの。最低だ。どうやら静江をいじめると悪い字が出てくるということをね、学校でな、学校のね、義務教育で習んでな、習んでな、噛みすぎ、習ってない、スタート、ガキンチョは多すぎるということが今回判明しました。ってことで、悪い字全員地獄見せます。よろしくお願いします。まずまず風もらいながらこれインさして、がっつりインさして、初動ウェルトいきたい、アコラ出して、アコラ出して上ルート行きたい、ダブライトって OK、 お前にあげない、欠乏業 OK、 完璧完璧、メダルも4枚、絶対それ吸っちゃいけない、ちょっとブレーキを踏んでバックスナも警戒しながら、あっぶね、マジで今ブレーキ踏んでなかったら絶対当たってたからね。さあ、あとはこいつトゲ待ちして勝つ、なんでそんな遅いの、たまにさ、わけわかんないぐらい遅いやついるんだよね。なんでなんだろう。メダル2枚取って。OK。OK。理解。メダル2枚取れて、OK。爆散らして、まだ3位いるから。まだ終わってないから。わけわからず、なんか押されて落とされて。いいよ、耐えるよ、まだ耐えるよ、悪い字だ、チャンピオン賞入んないんだよね、まだ耐えるからね、落ちないよここも、ジャンピオン賞で耐えるよ俺、ジャンピオン賞耐えるよ、これケツつけすると絶対落ちるから、その緑頃絶対当たんないで欲しくて、ここ投げてみて、はあ、ダメだ、大丈夫だ、全然悪い字使ってるもん、悪い字使ってたら絶対これこの先どうにもなる、どうにもなるから、悪い字使ってろ、悪い字使ったらどうにもなるもん、絶対どうにもなる、余裕で余裕でどうにもなる、こっから希望しかない、希望しかない、ああ希望しかないんだよ、希望しかない、絶対に勝てる、絶対に絶対に勝てる、
絶対こっから1位取れるから。悪い位置使ったのも、悪い位置使ったのも絶対勝てるもん。絶対1位取れるもん。絶対1位取れる 100%。 はい、いきます。はい、絶対1位、こっから余裕の絶対1位、見事や。